皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もゴッドオブウォー遊んでいきましょう。さあ前回ですね、この湖にやってきて、あの眠れる大蛇ヨルムガンドをね起こしたところで、この足場が出てきました。今日まずこっちに行ってみよう。上陸していく。出発。ここですね。あるんだろう。ずっと昔からだ。これ神殿か。神殿の橋を調べる。待ってね。これは何でもない。行こうか。あれがそのヨルムンガンド、別名水ガラスの大蛇、ロキが生んだ怪物かな。そのようだ。筋肉ひげ野郎とぶら下がりの小僧じゃねえか。おめえらにいいもんがあるぜ。ブロック？でもどうやって？んなことはどうでもいい。いいもんがあったら早く入れってんだ。だが最初にここへ来たのは俺だ。場所はもらうぜ。あっそう。何をしたいんだろう。煽っているだけだ。俺の店が知れ渡れば隠れてる奴らも顔を出してくんだろ。俺が作ったもん欲しさに来る奴らでここが埋め尽くされるってなもんよ。まあ見てな。ブロックの店、どうやって来た？ここに。これは何？こうしちゃいけない。一旦話そうか。ブロックと話す。どこ？あ、ここね。ほらよ、向こうに積まれた石、そのユグドラシルの鍵があるや、世界中の枝に通じる魔法の扉を開けるように、世界を行き来する抜け道を。他のとこで扉を見つけたら、そいつを使ってここに戻ってこい。だが戻ってくるだけで他の場所へは行けねえから注意しろ。あとこれだけは覚えとけ。絶対絶対、誰が何と言おうと絶対に枝の先から飛び降りるんじゃねえぞ。死にてえなら別だがな。うん、死ぬのは嫌だな。ユグドラシル世界樹で、これ多分ポータルか。戻ってくることができる。さあ地図を更新。狭間の扉。ただこっからどっかには行けない。一旦ちょっと待ってね。強化しよう。できるかな。もちろん空いてるぜ。で店で5分つかがしら、あと呪力が購入できるようになった。これそうね。待ってね、結構項目あんな。呪力、イフのシンボル、反逆のシンボル、あと感知と闇。あ、ステータスアップ系か。1000円、これ割と安くない？クールダウン、ルーン、運か。運一応買っとこうかな。シンボルで多分これを装備すると。でそれとアップグレード、リヴァイアさん、これ無理か。傷ついた炎、あれがない。ただこれ弓できますね。どうしようかな。なるべくこのクレートスさんをアップグレードしていきたい。腕の防具、あ、これクラフトか。よし。さあクラフトして装備する。よしよし。アトレスの防具もう買えませんね。金がね。と武器の束頭、斧には束頭を装備することができる。で、これは能力値をアップさせるほか、戦闘中に特定の行動を取ることで特殊効果が発動することもある。武器の束頭をアップグレードすることで能力値ボーナスも上がる。束頭、あの柄の部分か。うん、これいきますね。買えますね。どれいこうかな。筋力クールダウン。あ、これ全部違うのか。狩人の記録。クリティカルスロー成功時高確率でクールダウンボーナスが発動する。で、これギロチンクリップ。そうね、これどうしようかな。筋力クールダウン、筋力運、クールダウン、これいっとくか。ギロチンクリップ、これ買おう。よいしょ。でね、これね、技がすごい多いの。ギロチンクリップってなんだっけっていう状態になる。あとアップグレード、これできませんね。さっき見たわ。と矢筒、これ5000円か。
チャージが速くなる。と、防具も強化可能。これ難攻ですね。あなたらもう金がない。500円。と、つかがしら。で、これは5歩ですか。それぞれ異なる5歩の力は戦闘の助けとなる。5歩を強化すると能力値が上がり、特定の技のクールダウン時間も短縮される。凝縮された生命力の5歩。で、これもできませんね。資源が足りない。やっぱ何するにも金か。あと5歩のクラフト。これも可能。まあ、ただお金いりますと。瀕死状態になると数秒間ダメージを受け付けない障壁が発生する。すごいね。あと瀕死状態になると筋力ボーナスが発動する。火力に回すと。思いっきり大暴れしてこいよ。よしよし。で、待ってね、5歩。これか。体力を回復する。今これですね。よしよし。行こうか。ほんで。これ、こっから多分行けないよね。戻ってくる。あ、行けるの？ん？これどこに行くの？ブロックの店、クレートス。特に行き先ないですね。今いいわ。今一旦放置して、で、こっちかな？あ、違うの？飛び降りるな。これどこに行く？若干迷ったな。ブロック。なんか用か？なんで夜勤が半分なの？あのクソとは二度と一緒に仕事しねえって決めたからだよ。勝手にこの夜勤を使わしたくねえのはあいつも同じだ。それで夜勤を真っ二つに割っちまうことになったってわけだ。意見が一致したのはそれが最後だった。弟か。抱きつく気か。さっさと行け。別にこっちね。こっち 200m。 さあこの正面ずっとこっちか。カラスおりませんかね。いませんね。さあここで、これ何？明らかに怪しい。回すのか。で、上に来ましたと。おや、ただまあここに来ても特にやることないよ。こっち、これなんだ。これは何？大笛だ。ここから吹く。吹いてみていい？どうなってもいいのか。だって出っ張りがあればお寿司、取っ手があれば引くでしょ。結果が予想できるからだ。これはこれまでとは違う。お前の直感を養わねばな。なんだこれ。やっぱり大笛を吹くんでしょ。いいや、お前の意志を試している。意志だったら強いよ。まだ吹けないのかな。父上がやらないなら吹かない。そうね、一旦放置して下行こう。このゲームね、あのサブクエとかもあるらしいんですね。なんでボリュームね、すごいと思う。本当に若干オープンワールドゲート化してる。別にこっちか。お、敵利用。よし。何？アドレスの戦闘支援。戦闘慣れてきたアドレスが物理攻撃でクレートスを援護できるようになった。このアビリティはスキル画面で強化できる。よし、やろう。共に戦おう。あ、ヒールしてる。おい、それなんだそれ。おい、すごいな、ヒール兵か。こっち行こう。いってえ、なんかぶっ飛んだ。こいつか。爆発する。そんなありか。山に続いている。行こう。さあここでお宝と何？うん、このルーンは知らないや。ルーン文字か。言語版があれば攻撃できると思う。さあまずお宝、銭もらって。よいしょ。あと船着き場を見つけた。これ見ていこう。でね、多分ね、これこっち行けんじゃないかな。ここら辺船着き場、こういうところおそらく行けると思う。一旦まず普通に進んでいこう。そっち、そっち行けんな。
これちょっと待ってね。そう、こっちなんだよね、行くの。あ、中入っちゃう系か。今のは何？なんかトカゲっぽいのいたね。ナイス。よし、はい、一緒に入れてこうじゃん。よし、これもう出ていけない？いけますね。さっきのそこのなんだ、こっちね。これはね、見てしまったら行くしかない。探索するしかない。そこに鎖、あとあっちか。で、これはその船着き場ですね。マップ更新して行こう。さあ、隠しエリア見張り塔。よし、次そっちかな。アイテム、アイテムありますね。ナイトメア、待て、斧。はい、さあぶん投げて、どう？こいつか、強攻撃。よし、さあ全員かな。で、なんだこれ、槍。槍が生えていて取れない。多分なんかのギミックか。あとそっちもこれかなですね。よし、待ってね。さあ1箇所目、2箇所目、次は3箇所目、どうだ。ちょっと待ってね、1箇所2箇所、あとは3箇所、あ、これか、そこにあった。はい、打っていこう。まず1箇所目で、2箇所目。よし、さあオープン。なんでしょう、リンゴか。よしよし、で多分これ4つ目、9分の4。あとこれ何、カリウドの王国。宝の地図、宝の場所を探し当てる。これはその絵か。ここにあると。これどこだ。これだけでぶっちゃけ分かんなくない。一応覚えとこう。もしかしたらそっちの方とかにあるのかな。意外と近いのか。だとこの上、子供をこう乗っけていければ多分到達できる。これそっちかな。今まだ行けない？こっち行けませんね。まあただ戻ってくれる、いつでも。で、こっち船着き場。それ探索しようか。よいしょ。最近ね、そういえばプレステ5、あの噂がちらほら出てきましたね。まあそろそろかなという感じ。あのグラボか、グラボの GTX。あれも2000番台出ますしね。母上ともこんな旅に出たかったな。母上も戦えたんだよね。ああ、戦う姿は美しかった。さあここも上陸できる。これなんだ、銀のかけら。え、こんだけ、おそらくこれこんだけか。うん、暗くて見えない。今ですね、マップで言うとここね。で、これこう全部回っていけるのか。これどうしようかな。一旦先行くか。あんまりね、これ狼でもあったね、それ。水位が下がり、新たな浜辺が現れた。そこで使えるものを探すぞ。あんまり行き過ぎてもちょっと、動画的にだれてしまう。もう二つ三つ回っていこうか。ここは違うね。船着き場。こっちも船着き場。ここになんか光ってんな。
潰しにちょうどいい話はない？どういう話だ？わかんないけど、母上からはいろいろ聞いてたから。なさそうなんだな。子供の頃聞かされなかった？もういい。話は船です。集中しろ。わかった。クレートさんの幼少期ってどんななんだろう。想像ができない。さあここでぶっ壊しまくって、それ取っておいて。で、なんか取って、で、これゲートか。よし。で、さらにルー文字。これ読めません。こっちも。言ったでしょ？言語版がないと。あと、これ何？なんだ？おお、危ない危ない危ない。なんだこいつ。あ、しかもこれ強キャラじゃない？6レベル。マジか。これ勝てんぞ。おそらくはだいぶ強キャラ。あー、待って待って。はい。おー、怖いこれ。一発食らうとね、多分死ぬと思う。あぶね。あ、即死か。いや、これは勝てんわ。6レベル。たまにこういう子を来るんですね。ポット。なるほど。強くなってから来なさいと。先行こうか。一旦先行こう。さあ、これで。ここに行けんのか。ブロックの店。おや？これ何？ねえ見てよ。これきっと世界樹の枝だ。あ、道を通っていくのか。道から外れるんだ。うん、分かってるって。これ落っこちるとまずいって言ってたね。行けんの？飛ぶんだ。本当に？あ、行けるんだ。どうなる？これはまずいって。何？道を外れるなと警告されたはず。え、これで終わり？死んじゃって終わり？あ、そう。こんだけ。まあ普通に死亡イベント。このゲーム、初めてロードらしいロード来たね。画面が切り替わるっていう。よいしょ。まあさすがにね、これはロードするわ。さあ次、あっち行ってみようか。普通に。あと待ってね、こっち、こっちもあるぞ。これなんだ。見つけてしまった。これは行くしかないわな。あ、で船着き場。なるほど。こっちもか。で、さらにアイテム。銀のかけら。これマップ見ようね。こっち側か。多分こう、こっち側に行くのに便利。一旦そうね、奥行こう。後々の楽しみ。行くぞい。でもね、振り返ってみるとプレステ4は本当に名機でしたね。特に欠点が見当たらない。故障もそんなに話聞かないし。ただあれかな、自慢のタッチセンサーね。あれがね、すごい苦手だった。一瞬触れただけで電源つくっていう。はい、触れたーっていう。あと、ここで3連が。よし。ヨットの3連が。またあったぞ。またあったね。見て、ヨルムバンドだ。これか。想像してたより大きかったな。ねえ、見て、トールを噛んでる。それか、これから噛むのかも。毒蛇ですね、ヨルムンガンド。さてさて、行こうか。11分の3。これは割とこう回収が早い。読めないよ、まず解読しないと。こっちも読めないよ、まずあれ何なの。次こっちか。変な匂いだね。毒だ。これ何？毒。あ、多分止めていける。こうか。毒を止めてで進んでいこう。
よし。で、次そっち。このギミックうまいよね。クレートスの斧。凍らせる能力を持つっていう。理屈は知らんけど。よいしょ。次、下か。待ってね。今一瞬カクってなった。ということは、ここも広いぞ。そこなんだ？なんだあれ？あとこっち。上に行ける。ただこっちも気になる。あっ！毒！くれなさい。はい。ポチポチ。オッケー。さあ、ここで、再び凍らせて、で、グイタン出るでしょ？よし。これちょっと見ていこう。タッツェルブルム。タッツェルブルムは半分爬虫類で半分猫。だからトカゲ猫。猫トカゲかな。どっちにしろ変な組み合わせだよね。で、何よりも気をつけなきゃいけないのは、尾についた毒のトゲ。毒トゲか。リオレイヤー。さあ、ここで、そうすんの。お宝取って、これ何？これ言語版のかけらだ。もっと集めてみようよ。言語版のかけら。あ、間違えた。あ、間違えた。待ってね、3個押しちゃった。おお。今のはミスった。こうなる。あ、待ってね、回復しよう。よし。さあ、じわじわ回復。ん？回復これ短くない？これ何？え、これなんすか？なんでもない？いや、確かの言語版じゃないこれ。違うの？反応しない。息子さんよ。どうだい？うん、特に反応しない。ほっとくか。そこね。うん、これよくわからん。あと上切るな。こっちもか。こっちも上切るし、あっちも上切る。これ待ってね。これは、もういけませんか。あ、いけるわ。上いける。どうしようかな。そっち側。あっち側も行ってみたい。先あっち行くか。このゲームね、こういう分岐がちょっと厄介ね。うん、そうね、下。下行ってみよう。そっち。よしと。こっち行ってみよう。うわ、これ何なんだろう。すごく臭い。これはアザケリの柱だ。毒の魔法。消し方もお前の母親から教わった。父上でも母上に教わるんだね。ああ。よした。さあ、着きました。となるとない、そっちは。そっちあれか。そっち側に繋がってる。あ、戻る順路か。行こうか。三六のか。うわ、ここ霧が濃いね。またドワーフだ。話を。いや、放っておけばいい。ああ、ちょっとその斧を一体どこで手に入れたんです？話す義理はない。確かにそうかもしれませんが、その斧はもともと私たちが作ったもので、あなたに送ってはいない。そこをどけ。それは無理です。私がその斧を送った女性はとっても素晴らしい人だったので、もしあなたが彼女に何かしたのなら、うん、承知しませんよ。これは母上の。死ぬ前に父上にあげたんだ。フェイが死んだ。それはとても残念です。勇敢な戦士でいい方でした。それなら私が斧の手直しをいたしましょう。でも
誰も頼んでないけど。まあそうですが、でもあのお方ならきっと私に命じます。目も当てられない改造をした張本人が私の兄と来れば当然です。やっぱりブロックの弟なんだ。もう片方の焼き印、青いのはお前の兄か。ええ、でも私の方が腕はいい。誓ってもいい、女神フレイヤに。改良は無駄にするな。さらに鍛えてみせろ。わかりました。ただ斧はあちらに置いてくれますか。さすがにその絵は。断る。不潔で。わかりました。それではいただきましょう。かわいたちださっき何してたの。あれ、空の釣り船ですよ。あの山の上には貴重な資源がたくさんありますから、掘った資源をこれで下ろせば楽だな。直し方わかってるの。いいえ、全く。え、もう終わったの。気晴らしした。違うよね。蘇生石、ドワーフの店で蘇生石が購入できるようになった。生き返るんでしょう、多分ですね。蘇生石を購入すればクレイトスが戦いで倒れた時にアトレウスが蘇らせてくれる。で、購入を選択。これか。いくら？で、これいくつか種類があると。ただアトレウスが持てるのは一つのみ。違う種類の蘇生石を購入するには装備中のものを戦闘で消費するか店で売却する必要がある。これ1000円か。一応これ買っとこうかね。普通の蘇生石。体力が少量回復した状態でクレトスを復活させる。で、死んだ時に四角ボタンでしようと。一旦買っとこう。お金がどんどん減っていく。コモン。まあ普通とね。レア度は。よしと。で、蘇生石。購入した石はここに表示される。今ね、そう、レベル1なんだよね。まだ。こんだけあってレベル1。なんかこう、タダで強化してくんない？旅のご無事を。で、ここで終わり。他に。やっぱお金ですね、この世界は。金が物を言う。で、回復アイテム。これがこう散らばってるということは、多分戦闘かな。ですね。はい。さあ次、どっちだ？後ろ。どこにいる？こいつか。さあ、ぶん投げて。はい。こいつが来る。待って、どこ行った？潜っていった。くっそ逃げていく。はい、よし。こいつか、問題は。あと待って、そこの人。いってこいつ。あ、地味に強いわ。待ってね。さあ、遠距離おじさん、こいつをやって。こいつだよ。逃げていく。ガード2匹か。はい、よし。さあ全員かな。あいつ強敵だね。いや、まだいるわ。こっちか。誰？そこ。これは待って、遠いぞ。うん、どこどこ。うん、やったの。あ、ここにいたの？いや、違うな。多分上の方にいた。あ、こいつか。もうダメでしょ、もう。死になさい。はい。よしと。OK です。さてさて、次。ここら辺に何かある。これも毒か。
毒のこれ、多分そこじゃない？よし。ドワーフはシンドリみたいな変わり者が多い。いいや。どうして喧嘩しちゃったんだろう。だって家族でしょ。いらぬ詮索などするな。で、神秘的な腰当て装備か。僕のルーモジがクールダウンを早める。腰当て。ただこれさっき買っちゃったんだよね、腰当て。これですね。井の川の腰当て。まあこっちでかな。筋力。パワーを上げていきましょう。脳筋タイプ。あとここね。これ何？あ、なんか合わせんのか。文字合わせ。あとそこにも。これは？これちょっと待ってね。文字がね、最初にわかんない。ターゲットの文字が。どこだ？あ、これか。右三角。あと E っぽいやつ。あと B の反対。よし。右三角と E の反対と B っぽいやつ。これでいこう。次、そこね。はい。どう？よし。さあ、二つ目。で、最後に、これの逆。おや？これもしかしてあれかな？ないやつがある。全部がこうセットになってるわけじゃない。となると、そう、最後これ。これがない。ここに、よし、あった。さあ、来ました。何でしょう。これ何？血のミッシュ。よし。レイジゲージアップ。デビルメイクライでいうデビルトリガー。さあ、さらに家具ぶっ壊して。でですね、次。そっちか。再び山ん中。自分ね、ダクセルと大体脳筋タイプになるんだよね。絶対ウィザードタイプとかを作れない。あれだって怖くない？魔法でガンガン進むの。気をつけてください。直してる途中ですから。この発射と来たら、言うこと聞きゃしない。あと、ここにこれがある。どっか。これは？そっちじゃないな。多分この近くにある。どっちだ？あ、そこか。これ当たる？いや、これ無理かな。ですね。これ直ったらかな？もしくはこっち？こっちから行けんのか。あ、行きますね。よし。さあ、ぶん投げて。いや、しかし、アイテムいっぱいあるな、本当に。もうちょいね、戦闘に配分されてもいい気がする。よいしょ。で、これ、難攻。さてさて、行こうかね。これ、こっちで合ってるよね。いや、違うのか。こっちはですね、お宝か。で、鍵。何の鍵？あと、こっちもいけない。これは冥界の茨。燃やせないし、切れない。どうする？何にもできない。これが怪しいね。どうしようもない。今無理か。こっちも無理。あ、そう。持っていないものを使うのかな。さあ、となるとあっちか。これでようやく先に行ける。食材か。あと登っていくところで、さらにお宝。
ルートがいっぱいある。めちゃくちゃいっぱいある。僕たちちゃんと山に近づいてる？そうだ。よしと。でこれも毒。さあ打ち消してと思ったらあいつか。どこ行った？ここでか。なんだっけ、レベナント。ちょっと困るな。次そっち。でこっちは？ここお宝。はい、さあ毒止めて。誰にも開けられたくなかったんだろう。よしと。コテか。クールダウン早める。コテ。コテって持ってるっけ？よし。ちょっと強い。これ装備して。よしよし。あともないか。あの下な。下の方。なんだったんだ。さあ、こっち。行こうか。レベナント。来ればいい。どっかな。ここら辺ですげえ来そう。果たして拳が通じんのか。どっちだ。パンチ。次。待って、息子のポジションがね、良くない。そう、そこにいるんだもんな、奥の。こっちか。おびき出そう。待ってね、こう地雷っぽいあれを作ってる。よし。そこに隠れる。おい息子よ、こっちへ来い。頼む、援護して。もうちょっとこっち来いよ。よし。さあ、僕殴りにして、もうちょいもうちょい。ナイス。まずい、これまずいな。回復。こいつが地味に強え。レイジっとくか。よし。今の危ねえ。敵は強い。さあ、動物グイタン。これ誰？これも毒か。よしよし。さあ、やっつけて。この制限バトルね。これは結構きつい。で、次。再びこういう2択か。で、さらになんかのゲート。これ何？これ何すんの？開きませんね。何にもできない。今は無理か。あとね、こっち。こっち、これ順路？あっぽいな。100何メーター？ 200 メーターか。いや、ここもね、この分岐がえぐい。こっち。こっちなんでしょう。こっちもなんか順路っぽいんだよね。違うの？あ、違うんか。隠し部屋。魔法で塞がれてる。今無理か。いけませんと。よしよし。さあ、道を潰して、こっちだ。よいしょ。ああいう分岐路気になるもんね。皆さんどうですか？割とこう道に行こう、それともストーリーしちゃう方。ねえ、ここから先は僕が母上を運んでもいい？それはダメだ。なんで？僕の方が仲良かったのに。だって僕はずっと一緒にいたけど、父上は狩りで。それ以上余計なことは言うな。一緒の時間がなかった、そんなに。
さあ、ここで、これ爆弾じゃない？はい。あ、聞いてない。気持ち悪い狼って。はい。打ち上げて、こうです。あとは？もういない？割と今のは優しいな。よいしょ。これね、敵のあの陣形次第では本当に死ねると思う。一瞬で。特にハードモード。あとゴッドオブ王。死にゲート化すと思う。あとね、そっち。こうぶっ壊して、こうか。よいしょ。そこ、これ何やんの？あ、いやいやいや、燃える燃える燃える。燃える。よし。さあ、1本ぶっ壊して、こうか。さあ、金かな？なんでしょう。パッと見こう分かんないっていう。ノーマルルーンアタック。フィルゲの突進。これ結構強いんじゃない？ちょっと見てみよう。フィルゲの突進。ね、ノーマルルーンか。これそうね、せっかくなんで装備してみようか。フィルゲの突進。よした。あと、ここに、お宝。宝も多い。よした。で、なんでしょう。片当て。これもなんかね、急に出るようになったな。装備がね。片当て。チュニックじゃなくて、こっちか。神秘的な片手。ただ防御は11減る。これはね、まずいわ。死亡フラグ。普通に死んでしまう。よし。さあ、ボーボー燃やして、下行けませんと。で、次は、次そっちか。そこの扉。さあ、どうね。すいません。今回時間の切りはちょうどいいんで、一旦断りにして。で、次回ですね、この扉の奥に進んでいきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回ゴッドオブウォーでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。